待ちに待ったミストラル、これは黒森ですけどね、はい、入ってきましたよ、ついに。ねえ、これ待ちに待ったバイクですね。1年ぐらい待ってたかもしれない、うん、もうお客さんからもまだかまだか言われたんで、うん、やっと入ってきましたね。ねただね、うん、もうホームページ入れた瞬間、うちのねウェブのページ入れた瞬間、うん、もうどんどん注文来てるから、はい、なくなっちゃいますんでね。それでね、これがなんでそんなにいいか言うのはね、また、うん、ドゥーメンさんにちょっと説明してもらいます、はい、ちょっとご紹介させていただきます。このバイクはね、ミストラルって言ってジオスの中でも一番人気のクロスバイクになってるんですが、その中でも黒森フレームでできたミストラルで一番人気なバイクとなっております。まあ、特徴としてはこの細身の黒森パイプが特徴的で、黒森による乗り味が心地よく走れるっていうのが特徴的です。で、28C のタイヤが装備されていて、黒森と相まってさらに乗り心地が良くなる。ミストラル、黒森と別のアルミのタイプと違った乗り味ですごく人気の高いモデルとなっています。デザインですね、白の胴切りされたデザインが特徴的でもあって、少しクラシックなバイクとなっています。そうですね、これね、黒森は重いから、うん、乗り心地はいいけど走り悪いとかいうね、うん、思ってる方いますけどね、これね、ふにゃふにゃふにゃってこうスイスイっていくんですよ。そうですね、伸びますよ、はい、これはこの値段でね、うん、この走りはね、かなりコスパ高い、コスパ高いです。黒森ってよく重い、錆びると悪いイメージつくんですが、実際私ほとんど持ってるバイク黒森なんですよ。で、特徴としてはバネ感のあるとか乗り心地があってよく言われるんですが、それ以外にもやはりね、所有感だったり、その持っていることを自慢したくなるようなこのプロポーションだったりデザイン性がまた一つの特徴ともなってますので、そのあたりを見込んで購入される方が多いのではないかと思われます。はい、もうこれ本当すぐなくなります。そうですね、ちょっとお急ぎくださいね。はい、はい、ミストラル黒森が入ってきたというね、速報です。はい、はい、パーツがね、入荷したらすぐ上げていきますので、購入とかご希望の場合は電話ホームページの方でご確認の方をお願いいたします。ご紹介終了としなります。ありがとうございます。